肥料高騰が続く中、水田でレンゲを栽培し稲作の肥料にするとともに蜂蜜を採取しようという一石二鳥の取り組みが始まっていて、満開のレンゲ畑で蜂蜜の採取が行われました。これは農家と養蜂業者が連携し、レンゲを水田の肥料として育て、春には花から蜂蜜を採取しようという取り組みです。吉田町にあるレンゲ畑では養蜂業者がミツバチを放ち、蜂蜜の採取が始まりました。レンゲ畑では去年10月、稲刈り間近の水田にドローンでレンゲの種をまき育ててきました。この取り組みでは養蜂業者がレンゲ畑で蜂蜜を採取して販売し、利益の一部をレンゲの種の購入に充てます。そして蜂蜜を採取した後、レンゲは米作りの肥やしになるということです。肥料高騰でレンゲ農力費で無肥料で化学肥料一切使わずに栽培できるっていうことで、コストダウンから昔ながらのレンゲの蜂蜜も取れるような感じになって、すごく今後期待できるのかなって思ってます。レンゲの蜂蜜というのは、レンゲそのものが減っているので非常に国内では、貴重になってきてまして、あと昔からレンゲとアカシアは日本人の味覚に合うということで人気もある蜂蜜なんで、私の代では取るのが初めてで非常に期待しているところです。蜂蜜の採取は4月末まで行われ、75キロの蜂蜜が取れる見込みだといいます。県志田灰原農林事務所では焼津市や藤枝市など6カ所の水田でこの取り組みを進めていて、今後さらに農家と養蜂業者の連携を広げ、共に利益を上げる仕組みを作りたいと期待しています。